ターボーチャンネルのターボーです。本日もミニカー紹介になります。本日はですね、まだ未開封のミニカーがありまして、こちらのですね、ホットイールさんのトヨタセリカ、それからホットイールの、フォードですね。フォードと、それからこちらもフォード、まあスタングになりますけど、こちらの開封をしていきたいと思います。それから自分が持っています、トヨタのね、セリカのミニカーがありますので、そちらも、紹介していきたいと思います。では、まずこちらの、3つをね、開封していきたいと思います。まず最初は、こちらのトヨタのセリカさんの開封をしていきたいと思います。で、これはですね、こないだトイザラスで見つけまして、購入してきました。で、そうだ、これ裏がね、一応こんな感じで、シリーズがこんな感じでなってるんですが、ちょっと見えにくいと思うんですが、多分ね、このセリカのミニカーが一番ね、人気があった車種だと思っ、人気がね、ある車種だと思ったんですが、たまたま自分の行ったトイザラスにはね、3つぐらい、3つというか3個ね、残ってまして、そのうちの1台を購入してきました。かっこいいですよね。これもね、トヨタのセリカさんも。で、このね、ホットイールさんのミニカーって、プリスターパックに入ってるんで、なかなかね、開け方がどうするかっていうのもありまして、とりあえず自分はもう箱はどうでもいいんで、中身を開封しました。はい、1台目こんな感じです。かっこいいですね、これね。こんな感じで、横柄。セリカはね、かっこいいですよ。で、ホイールもね、白ホイールになってまして、裏はこんな感じです。ヘッドライトはプリント仕様、プリントですね。前もプリント、後ろも多分プリントじゃないですか。で、ウィングはついています。それから、ミラーもついています。はい、1台目はこんな感じです。それから、2台目なんですが、先にこちらのね、ミニカーを紹介したいと思います。これは、以前ね、購入しました、64分の1、ホットイールの、カーカルチャー、マウンテンドリフターズのね、95トヨタセリカ GT になります。イエローですね、色は。これもね、かっこいいですよ、なかなか。で、こちらも、ヘッドライトはプリント、で、後ろの、も、プリントになってます。で、同じく、ミラーがついていて、ウィングもついています。で、先ほどの2台、先ほど開封したこちらですね、最初に、開封したミニカーと並べてみても、どちらもね、かっこいいですね。これいいですよね。かっこいい。はい。後ろから見ると、こんな感じ。横からはこんな感じ。で、続いてなんですが、続いてはですね、先に、スープラを紹介したいと思います。持っているスープラを紹介したいと思います。はい。こちらでーす。これはですね、ターマックワークスの、
スープラのセーフティーカーになりますね。はい。こちらのミニカーもよくできているミニカーとなっています。でね、自分ね、ターマックワークスさんってあまりね、持っていないんですが、こちらはね、自分でもね、やっぱ欲しかったので購入しました。では台座から外してみたいと思います。はい。こんな感じです。あ、外れました。かっこいいですよね。これもね。んで、前出の方は、ヘッドライトはクリアパーツ。で、後ろも、クリアパーツです。それから、中もちゃんと再現されていますね。で、ボンネットのとこには、トヨタってロゴが入っています。側面にもトヨタって入ってます。で、この、上、天井のね、このランプ、この部分ですが、クリアパーツでできています。はい。これもね、実際、まあ、これ結構かっこいいですよね。はい。こんな感じです。そして、続いてなんですが、今度は43分の1の、スープラになります。1995、トヨタ、スープラの GT4 ですね。こちらはですね、デルブランド製で、前に購入しました。これは1995年の、多分おそらくラリーカーの仕様で、出たやつだと思います。で、こちらも、台座から外していきましょう。台座から外していきましょう。はい。こんな感じで、はい、こんな感じで、はい、まだですね。はい。はい、外れました。はい。これいいですよね。うん。かっこいいですね。はい。よくできていると思います。ちゃんとね、ヘッドライトもついてて。あ、一応ナンバープレートも、ちゃんとできています。はい。それで、後ろも、クリアパーツ。後ろの、このですね、ところもクリアパーツでできています。んで、ここですね、この上の、とこには、トヨタってロゴが入っています。はい。番号は1番。1番ですね。ゼッケン1番。はい。ホイールは白です。裏は、こんな感じになってます。はい。で、次なんですが、今度はですね、フォードの紹介をしたいと思います。まず最初に紹介するのは、これはこの間購入してきました。こちらのミニカーですね。2021のフォードマスタング。こちらを開封し、マッハですね。こちらを開封していきたいと思います。これもね、この間の、セリカと同様で、トイザラスさんで購入してきました。こちらもね、人気車種だったのかわかりませんが、在庫がね、少なかったです。2台ぐらいしか自分が見たときはね、なかったんです。で、つかさず自分も、購入してきました。
はい。はい、こんな感じです。これもね、かっこいい。かっこいいですよね。はい。で、フォードさん、グリーンライトなんです、さんなんですが、ヘッドライトは、塗装ですね、これは。後ろも、塗装になってます。ホイールは、ちゃんと再現されていて、タイヤは、ゴムタイヤですね。ゴムタイヤになってます。はい。後ろから見るとこんな感じ。横からこんな感じ。前でからはこんな感じです。はい。そして、最後になるんですが、こちらですね。ホットイールの、これはですね、ホットイールのフォードですね。フォードの、GT500。こちら、ホワイトを、開封していきたいと思います。番号はですね、99番ですね。これはですね、2台購入したんで、1台は、保存用にして、これをね、開封したんで、これをね、飾っていきたいと思います。はい。で、はい、こんな感じでミニカーを開封しました。かっこいいですよね、これもね。かっこいいですよね、これ。ホイールと、ホイールは黒ですね、黒。んで、タイヤはゴムじゃないですね、はい。こんな感じです。で、先ほど紹介したフォードと並べてみましょう。はい。2台並べるとこんな感じになります。どちらもね、かっこいいですよ、これ。こんな感じです。で、ちゃんと、どちらも、一応ね、ミラーがついています。これね、やっぱ、ミラーがね、ついてた方がいいですよね。フォードのマークも見えづらいんですが、こちらの赤の方は、あ、入ってますね、フォードの。はい。両方ともタイヤは、そうですね。こちらの、レッドのグリーンライトさんの方はゴムタイヤで、先ほども言いましたが、ホットイールの、さんの方は、ゴムタイヤではないと。んですから、このゴムタイヤはですね、飾るときに、しばらくね、ケースとかにこう置いとくと、くっついちゃうんですよ。要はホイール部分がですね、くっついちゃって、たまにね、動かしてあげないと、ちょっと、跡が残っちゃいますね。その分、どのミニカーもそうなんですが、ゴムタイヤじゃないのは、くっつかないでね、そこがいいですよね。はい。そんな感じで、今日は動画の配信を終わりにしたいと思います。ぜひ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それから、ショート動画もやってますんで、いいねをよろしくお願いします。